展開で作戦行動になっています。1号艇大阪の浜本雄一、5年ぶり久々の大村でシリーズリーダーの活躍でした。大村今回初輸出です。2号艇は長崎吉田一郎、ホームで2連覇を目指しています。シリーズスタート平均はコンマ08、1マークをこのスタートよく自在に持ち込めるでしょうか。3号艇は大阪の北村誠司です。統治勝率は 7.52 を誇り、大村一般戦だけだと4連続輸出となっています。4号艇長崎の飯山幸三です。昨年はホームで3回輸出しましたが、今年はこれが初輸出になりました。飯山が下がって角になっていきました。5号艇は広島の北川幸則です。昨年夏、地元宮島での富士通フロンテック杯優勝とこのタイトルとの相性は良好な様子。さあ、キャリア40年目のベテラン、軽快な乗りっぷりでファイナル進出の北川5コースになりました。6号艇滋賀の片足幸隆、予選18位からのベスト6入りです。鋭いスタートに要注意といった6コースになっては、枠なり3対3の体型でスタートしていきました。確定踏み込んだスタート、わずかに1コース1号艇浜本が覗いていました。2号艇の吉田が差しに向ける、少し2番失速、間を割って3号艇北村まくり差し入っていきますが、1号艇の浜本、3号艇の北村、そして2号艇の吉田、僅差ながらも1番の浜本優勢です。スタートは前提正常でした。内に食らいつく3番2番を抑えて、1号艇の浜本2マークトップで返してきました。追走する2号艇3号艇接戦のままホーム直線コースへ移っています。2号艇の吉田が少し前に出てきて、外を追う体勢になった3番の北村です。今は上位体系 1,2,3 の順、後方は5号艇6号艇4号艇で2周目第1ターンマーク、先頭1号艇浜本、さあ2番手2号艇吉田に付け前で3号艇北村迫っていきましたが、入れ替わりはなく体系は 1,2,3 の上位体系です。後ろ5号艇の北川、そして6号艇の片足、4号艇の飯山と続いて2周目第2ターンマーク、今1号艇の浜本トップで旋回、少し定間詰めて追い上げてきた2号艇の吉田一郎、さあここは内優位に2番の吉田、逆転としていって2番1番3番3号艇の後ろも5番の北川、少し迫った格好になって最終第1ターンマークです。さあ逆転劇あった2号艇吉田トップで3周1マーク、1号艇の浜本が少し遅れます。一定審判遅れていますが、伸び返すでしょうか。先頭2番手2番1番僅差で最終ターンマークへ向かいます。後ろ3号艇の北村3番手を構想、最終コーナートップで帰ってくるのは2号艇の吉田一郎、1番の浜本、3艇進行隊、上位体系は 2-1-3 で優勝戦第12レースまもなくゴールインです。先頭2番吉田一郎、1着ゴールイン、2着1番の浜本、3着3番北村、そして5番北川ゴールイン、6番片橋ゴールイン、ラスト4番飯山ゴールインです。12レースの確定は1着2番2着1番3着3番以上です。それではこれから吉田一郎選手のウィニングランが行われます。